こんにちは、アドレスホッパー静香の C チャンネルです。今日はホテルにね、ちょっと自転車を借りてホテルの周辺をちょっと散策してきたんですけど、もうね、この辺本当に海外の方がむちゃくちゃ多く住んでいらしてて、なんかね、本当に海外に来た気分になるぐらい、すれ違う人すれ違う人大体海外の方なんですよ日本人とすれ違う方が少ないぐらいなんですけど、っていうのも今私はチャタンっていうところに移動しまして、なんかね、こうアメリカンビレッジっていう本当にポップで可愛いお店とかがたくさんあるところの近くにいるんですけど、本当にアメリカンビレッジっていうだけあって本当にアメリカンなんですよ。この街全体すごいアメリカンな感じで、なんかね、すごいなんかまた沖縄なのに那覇と違う雰囲気があって、すごい楽しいです。まだ来て数日なんですけど、なんかね、もっともっと開拓していきたいなって思っています。はい、ちょっとね、最近ちょっと天気が悪くて雨が降ったり止んだりっていう感じなんですけど、なんかね、もうこの辺すごい飲食店がたくさん、カフェとか飲食店がたくさんあるので、なんかこう自転車でこうこれからランチとかなんか夜とかね、食べに行ったらお店とかも紹介していきたいなって思っています。はい、今日はそんな感じかな。でもね、すごいなんかベランダから外眺めてても、みんな海の海岸沿いに座ってテイクアウトした、お弁当とかランチを食べてたりとかして、すごい気持ちよさそうです。はい、私もちょっと参戦していきたいと思います。参戦っていうかはい、外でね、食べたいと思います。今日はそんな感じで終わりたいと思います。今日も見てくれてありがとうございます。また明日も見てね。バイバーイ。